ET-961 の座席表エチオピア航空961便ハイジャック事件は、1996年に発生したハイジャック事件である。犯人はハイジャックした機体では、不可能なオーストラリア行きを要求したため、燃料切れを起こし会場に墜落する惨事となった。エアダンザニア機として飛んでいた頃の事故期1996年11月23日、 エチオピアの首都アディスアベバ発、コートジボワールアビジャン行きとして運行中のエチオピア航空961便が離陸から20分後に爆弾を所持する3人の犯人によってハイジャックされた。961便機長はエチオピア航空の中で最も経験豊かなパイロットの一人で本件以前にも二度ハイジャックを経験している。犯人たちは 副操縦士に怪我を負わせコックピットを占拠し、副操縦士は通路側の犯人に客席へと追い出されてコックピットは機長と犯人の2名だけとなった。犯人はオーストラリア行きを要求したが、961便はケニアのナイロビなどを経由する予定であったため、オーストラリアまで行くために必要な量の燃料を搭載していなかった。しかし、 犯人たちはボーイング767の最大航続距離ならばオーストラリアまで行けると主張し燃料を搭載していないという機長の意見を嘘と決めつけた。ナイロビに燃料補給のために着陸させてほしいという機長の提案も拒否されたため物理的に不可能なインド洋の横断に挑まざるを得なくなった。機長は状況を打破すべく管制官と犯人たちを無線で会話させたが 効果がなかった。そこで犯人らの隙を見計らって乗客たちにそれとなく放棄するよう呼びかけた。偶然乗り合わせていたケニアの写真家モハメド・アミンがこれに応じ他の乗客たちに呼びかけて一部の乗客と客室乗務員が立ち上がり犯人たちに抵抗しようとしていた。燃料が切れた961便はインド洋に浮かぶ島軍に小室の空港に着陸しようと したが、エンジンは停止したため、グライダー状態で高度を落としながら航行した。機長は一度は空港を確認したものの、犯人と争った際に位置を見失い、そのため会場に不時着水せざるを得なくなった。数分後、アミンの協力によって、副操縦士がコックピットに戻ってきたが、機体はラムやタービンが起動していたものの一部の油圧システムが動かず、 高揚力装置の一部が作動しなかった。そのため機体は175ノット以上で着水する必要があったが、高度と速度の調整が間に合わなかったため10度ほど左にバンクした状態で着水した。機体が傾いたまま海面に突っ込んだことと、エンジンが翼の下についていたことにより、衝撃が瞬間的に加わり、機体は4つに分解して機内に海水が流入した。 また、富士着水前に機内放送が行われたが、パニック状態の乗客が着水前に救命胴衣を膨らませたことが脱出の妨げとなり死者を増やすこととなった。961便の機体はバラバラになった後、機体後部以外の胴体部分が急速に沈没した。961便の着水に際し、近くの海水浴場に多くの目撃者がいた。 墜落の場面は観光客のビデオカメラに収められている。すぐさま救助活動が始まったが、乗客乗員175名のうち123名が死亡し、機長、副操縦士を含む52名が負傷した。アミンや犯人たちもこの際に死亡した。事件後、犯人たちの目的について調査されたが、政治的な動機や何らかの組織とのつながりなどは、 一切乱すことができず、犯人たちも死亡したため目的は謎となった。機長との会話で犯人グループが秘密警察に拘束され拷問を受けていたこと、オーストラリアに支援者がいると話していたとの情報もあって亡命しようとしたという説が有力視されている。また、2015年1月7日に日本テレビ系列で放送されたザ・ The 世界行天ニュースでは、犯人たちは高校を卒業後、就職もせず当てのない生活をしており、オーストラリアで楽しく生活するという、浅はかな動機でこのハイジャックを計画していたこと、その後の捜査により、犯人たちが持ち込んだ爆弾が偽物であったことが、判明したと説明されている。乗客の内訳、乗員の内訳。